今は多摩川に来てます。多摩川、イエーイ。いただきます。イエーイ。うわ、チューって言ってる。めっちゃいる。それで2回。おお。え、待って、これどこまで行けるかな。でもさ、流れ強そうには見えなくない？なんかそろそろワニ出てきそう。外来種の宝庫でしょ。ここを横断したんだよ。すごくない？ここまっすぐで見るとすごい距離だよ。なんかさ、船のさ、水をかき分けてるやつみたいになってるよ。痛い痛い痛い。これ痛いね。こんなとこでね、シュノーケルする人いないよ。シュノーケルにめっちゃハマりすぎてさ、川でずっとやりたかった。あの体験をしたい、あの時の感動を。気持ちを味わえそう。ただ、透明度の違いに驚くんだろうな。でも、何もいないよ、マジで。行きます。どんどん流す。やばいよ。え、ちょっと一回さ、そのさっきの流れ強いとこ行ってみて。やばい。やばいよ。一回ここもう一回潜ってみて。クロックスが流されるんだよ、これ。じゃあ持っとこうか。待って、かかとをつける。流されたらもう取れないよ。流されたら取れない。じゃあこっち来てみて。ここ、ここ、ここ。おー、来た来た来た。石コレクターって知ってる？でもばあちゃんに解析してもらったらシジミって言われた。そういうのじゃないんだよな。もうね、結構黒くてまだ土に近い。なんかもう脆そう。こう投げた時にボロボロボロって崩れるほど柔らかい。あー、こういうのじゃん、ほら。あー、そういう感じだ。これ地層綺麗になってる、ほら。これいけそうじゃない？地層が綺麗だよ。なんか結構古そうじゃない、この石自体。これ割ってみたい。うん。おおお。これもなんかあるよ、これ。地層だね、これ。うん。え？ぽいくないこれ。化石発見。え、超なんかポコって出てるじゃん。骨みたい。脆そうな石発見。これ持ったら分かる、脆そうって。これでめっちゃ割れなかったらどうする？うわ、粉々。粉々。あ、こうやっても手で折れる、ほら。こうやって。ほら。え、すげえ。キラキラ光ってない？ほら。キラキラ光ってる。ラメ。なんかすごそうだぞ、これ。これこそ化石出てきそうじゃない？え、割ったらもう少し。
もういいんだ。なんかありそうだけどな。100パー化石じゃないよね。食べるぞ。